はい、5歳6ヶ月。この子は特に病気らしい病気はないですもんね。そうですね。なんか、気持ちしてることもあったけど。おっと。何グラムですかね。56グラム。56グラム。オッケー、多いね、結構。ここ最近では多いですね。前回25、その前は23だったですもんね。オッケー。はい、顔、くちばしの色とアイリングの色しっかりしてますね。赤くてしっかりしてます。それから9時、はい、かなり入ってます。まあまあじゃなくてかなり入ってますね。 70% ぐらいは、 80% ぐらい入ってるね。すごいね、朝からこれだけ入ってれば素晴らしいですね。それから筋肉しっかりしてるね。ムチムチしてます。お腹は膨らんでないと柔らかい。よし、はい、それじゃあちょっと点眼して予防して先にね。はい、じゃあモキシデクスインをして先につけちゃいましょうか。よし、目を保護して、はい、すいません、これ見えるかな、うん、はい、ありがとう。じゃあ爪をね、順番に切っておきます。4月上1ヶ月ぐらいだけど、はい、中でも少しだけで。わかりました。出血させるように切りますね。出血させるのかわかるね。まだちょっと控えめに切ります。この間2本出血させちゃったんだもんね。よし、よし。じゃあさっきの子さ、9時だから11時にね、はい、治療してください。ハンドリング、ハンドフィーディング、その時にその状態を教えてください、はい、でハンドフィーディングは病院のと持ち込みのと両方混ぜてね、はい、この子ってさ、夜から朝にかけてってどうしてるんですか？保温してるんです？保温して、はい。あ、してます、はい、そう、もうちょいですね。昼間暑いけど、ね、夜は朝方は冷えますんでね、天気がいいとね。ヒーター入れてます、ね、うん、その方が危ない。この時期の方が体調崩す子多いから、うん、はい、じゃあこれぐらいでケアさせてもらいました、はい、はい、頑張りました。今日は出血しなかったんで、すいません、よかったね。でこう、それとあとこういうあの富山の時はさ、体調崩しやすいです。そうですよね、うん、もう起きてる間も毛づくろいしては、うん、まあだから本人もさ、あの皮付きの中のさ、あのなんだっけ、カナリアシードをよく食べて、うん、そうですね、うん、食べますね。要はちょっとカロリーの高いのをたくさん食べると思うんですけどね、それはそれでいいですよね、うん。あと飲み水に入れるあの赤い方を、赤い方、はい、わかりました。あれは脂溶性ビタミンの ADE ですね。じゃそれも1本用意いたしますね。はい、じゃあすいません、はい、よかった、頑張りました。